次の店をまた探す。これは。あ、それは取れへんね。俺もそれ触った。こっちだよ。いや、これ。あれぐらい。あれが。いや、もう買っても、うん、買ってもいいと思う。まあ、可愛いのがあればね。でも多分ゾゾタウンにいっぱい出てるよ、そこのメーカーに。
きっとセール。色とかはあるね。いくら？あ、いいじゃん。取っておいた。こういくら前？15,180円。それはね、でも物によって違う。8,500円もあるし、10,000円もあるし。求めている。うわ、めちゃくちゃ美味しそう。こだわりのチョコ。エメちゃんの創水よ。あれを見るしかない。違う、ここにあんの？うん、と思うねんけど。そのレンズはどこに向いてるの？そして4月にオープンしたばかりなので。あ、そうなんですか。僕ももともとアイコンに客として来てたんですけど。あ、はい、そう、客として来てたんですか。客として来てたんです。へぇー。今アイコンのテーブルの上にそこのハンバーガーのフィギュアめちゃめちゃ置いてあった。あれ僕が作ってるんです。え、マジっすか。ありがとうございます。アンダーカバーみたいな感じです。ああ、そうですね。アンダーカバーまたちょっと違うんですけど、それあれ僕が個人で作ってる。めちゃくちゃ可愛い。それがきっかけで、あの結構アイコンのオーナーさん、方さんと仲良くなってる。イルフロックスっていう。イルフロックス。そうです。あの、サンプス。